しょ。うわ、二人いるんだ。あいつ先輩じゃない？先輩じゃない？やりきれなかった。これアニーなんでフラッシュつかなかったんだろう。なかったのかな。あ、使ってました。まあ全然見てなかった。みんな詳しいですね。あれ、ダブル使うとホイールが上がるんじゃなかったっけ。先代が何点か分かんないけどいいですね。あ、そうなんだ。あれ仕様変更しました。これって前そんななかったですよね。いいですね。へえ、変更されたんだ。あ、でもこれ最近じゃないですか。それ本当？別に割り切りしないよね。結構いい意味な気がするからね。どうしようのこれ、トップレーン行くの良くないかな。一回行っちゃおうか。キルはできないよね。うん、フラッシュキルなら、よし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 。最近なくラージミニオン取れましたからね。行ってそうなかったですね。だってどうせあの取れなかったやつだと思うからいいと思うけどね。文句ないと思うけどな。そうですね、僕もそう思ってる。うん、僕はしてもいいけど仲間がないのはしょうがないですよ。僕は全然いいよ。ジャングルで一番おすすめするのは何だろう。うわ、ほぼほぼ取られてますね。グラガスとか好きだけど。あ、ここにいますね、トリンダメア。あいつむさぼり食ってますね。頑張ってますね。ラージをフラッシュ使って取ろうとしてたんだったら僕は邪魔してよかったですね。これ行こうか。成功するか分かんないけど、あそこにワード入れ、あのあいつもう十分だと思ってますからね。やっぱりあんたアマチュアだ。キルは取れないかな。うん、行く瞬間に止まっちゃいましたね。あ、これ死ぬんじゃないか。若干届かなかったですね。あんまり決まりませんね。どの辺にワード組んだら今のはカーサスね。
よし。よし。ちょっと待って。あ、さっきみんなが Q 当てなかったら文句言ったから、あの、僕もあの Q 言っちゃいましたね、今。うん、違う、みんながさっき Q 当たらなかったから、うん、寸止めするの間違いかなと思って、この辺にいる川崎に行っちゃいましたね、僕。はめられましたよ。え、今のヨシはあれですよ。あの、さっきあの、ワンピースの話してる人いましたから、あの、ルフィのグランドバトル2で、ガトリングやった後にね、ウシって言うんですよ。うん、それの真似ですね。必殺技ね。これ本当ですよ。本当に言うからね。そうですね。同じじゃないですか。それか知ってる人いるんですね。嬉しいですね。そうですね。ミッドレーン早めにガンクしたいですね。いや僕2までしかやってないからな。あ、止まるんだ、タウントすると。ハリーチ最近ダンスバトルも受け付けてるってますよ。ワンピース全巻売ったら3000円、全員に支払わなかった。ダブルズ買いだったんですけど、何で。あ、危なかった危なかった。であれはあのアニメか漫画の方であの辺やってたから出ただけで、もともと準レギュラーキャラじゃないからね、どう考えても。怖かったですね。まだまだ死んでないから十分ですね。1ですだったら十分かな。今全然いませんよ。でもそう、小さい方から勝った方がダメージ低いらしいけど、僕でかいの方からいっちゃうんですよね。なんでだろう。僕急上げするかな。いいですよ。死んでるんですよ、ブラックラグンね。あ、消えましたね。ジャングル本当に張り尽くされてますね。もうあいつ自分のジャングル勝ってないぐらい勝ってるんじゃないですか、僕のジャングル。困りますね。はい、いらっしゃいませ。こういうことされると困りますね。ハリーチって嵐全然わかないよな。お前下手すぎ。ジャングルの動物大切にしろ。僕は大切する気満々だけど、トリンダメアがする気ないからね。どうしようもないですよ。あれを楽リベンジしないの。これは勝ちましたもんね。どうしよう。ウルト来たら死ぬかもしんない。どうしよう。さすがに死なないよね。それから危険祭ね。先落ちね。死ぬような HP じゃなかったよね。柔らかすぎて大草原。ラムスいじめられてる。嵐と複製されるとか、コッパ恐怖政治家よ。意見マイナス放送、いつもすぐそばにある。森嵐複製しろ、森嵐複製しろ。いや僕も複製したいですよ、トリンダメア。できることならね。でも絶対台湾勝てないからね。 AP にしちゃってるから。森嵐の報い。
嵐も囲いもトリンダナーも全員 NG にぶっこめ、譲れないよ、誰も邪魔できない。よし、6レベルになれた。こっからですね。譲れないよ、誰も邪魔できない。森増撃起こ。どうもシーバターです。はい、いらっしゃいませ。幸い他のレーン勝ってるからいいですね。早くガンクしろ。勝ってない？遅いかもしれないけど今からタンクに変えない。リンダキューブも MG しろ。オツ様、アムムの方が強いね。ラムスのウルトってなんかよくわからないよね。どうしよう。クソジュースローの本当は勝ってませんでしたね。勝ってなかった。まだランク回せません。どうすればいいですか。次にスノーボールされちゃう。こういうこと、うん、いい感じですね。このゲームタワースゲームなんだから、ウルトってタワー、キシムベッドの上で優しさ。そう、あのラムスのウルトはタワーにもダメージ入るからね、さやがわりですよね。タワー割るときはダメージ入ったアイム。まさば、ウルトってタワーに使うんじゃない。初見タイムに、いやーに来ると思ったけど無理か。絶対アニ来ると思ったけど。僕も好きですね。はい、出しません。カーサスのウルト用にあったのかな。今のはしょうがないじゃないですか。いけると思いましたもん、ダメージ的には。なんで無理だったんでしょうね。マス引くに乗って海外に住んでるからってマジ。ちょ、ダブル無視下手すぎ。わらわら。二回言わなくてもわかるからね。一回で十分ですよ。ちょ、ダブル無視下手すぎ。わらわら。今僕、ジャングルがあっただけなのにそれで言われるんですか、うん、やってらんないよね。ピング出せ。いいですよ。なんで無理だったんでしょうね。ラジャムさんみたいだった。サスケの走り方やって。くさ。ラムスでは無理ですよ。僕が画面の前でやるのは可能だけど、試合終わってからでもいいですか。忙しいからね、今試合が。ピンクはこっちの赤なら置いてますよ、うん。まあ、ちょうどあのそれであの見えたけど赤バフ取られますね。置いた意味なかったですね。ごめん、思ったよりダメージしなかった、うん、おかしいな。想像の3倍じゃなかったですね。おかしいですね。タワーダメージも入っちゃいましたね。へえ、こういう方法できるんだ。え、TP 取りんだめや。あ、TP なんだ。頑張れ。ナイス。あの、一番行きたかった目的っていうのは、あの、相手のあの、ウルとかの前に立ち止まって、防ごうと思ったけど、多分あれですよね。もうこの耐久力だったら多分行っても死んでましたよね。守れなかったよね。そうですね、まだ2回ですね。全然大丈夫。5回死んだらもうまずいけど、あと3回死ねますね。平気平気。僕がギスギスしないからな。あ、全然ありますよ。やべえ、飛行してて。草はこっち。今日は何時ぐらいまでやりますか。あと3回生きねるどん。俺の人生なんてまだ1回も死んでない。今日夢タウンで迷子になったんだけど、泣いてたら知らない人だっけ。いかやく、アップラムスがダンスラムスに勝つ。この辺にワードあるんですね。なくない。いかやく、
5回ファール取ったら大丈夫だと。あ、危なかった。目の軽いゲームだから。あれ、みんな追いはめやめろ。いじめないで、いじめないで、床をなしないで、わらわら。エイドラックス、打流剤につらいみたいですね。負けてはないですよ。そんなにはね、負けてはいるけど、ボコボコじゃないもんね。十分ですよ。それでもね。一応マップは見てるけど、夜かやらないかで言われたら、やらなくていいやと思っちゃうんですよね。めんどくさいからね。勝った。あ、嘘。無理でしたね。ドンキー使ってください。負けそう。思った以上にタワーダメージ入らなかった。違う、あのガン食って、あのキル取れなくても、あの相手のあのフラッシュ切らせるだけでも十分なんですよ。っていう意味では勝ったねって意味ですね、今のは。そういうことですよ。いいと思うよ。じゃあ本当だってば、扱いましたよ。そうですね。またそうやって言い訳して逃げようとする。ハーレン末勝ったって言ったから勝ち。ウルトでも全然知らねえ。ハリー氏主って名前に改名したの。でもタンクならキル取れてたよね。俺キルまでは無理じゃないかな、火力出ないからね。俺ハリー氏のイカ役。この放送に幹部性ないからね、うん、そういうのありませんよ。デカビルドきっついな。わら、ガンク吐かせるためにウルト使う必要。ラムスのウルトはクールダウン短いからね、十分ですよ。ナイス。あ、世界で一番この瞬間を待ってた。ラムス8位。これ懐かしいですね。元に出してる人は面白いよね。行こうか。なんでいるんだろうな、あいつが。自信満々で言ったんだけどな。ナイス、キル取れればいいや。全然大丈夫。今のコメントにはめられましたよ。今のコメントに騙されましたね。ダリウスもなんでレーンを押さないんだろうな。結構時間稼いだけど。そうですね。でも着々と回数が減ってきましたね。あと2回しか死ねない僕。どうしよう。どうしましょうね。ほら、だってダリウスだってもうナメプしてますからね。初手ワーモグいってますからね。強いのかな、これって。絶対クロノの方がいいと思うけど。初手ワーモグのダリウスにボコボコにされてますからね。どうしようかな。みたいですね。なかなか珍しいですよね。そうですね、早いですね。実に有意義な時間でしたよ。ポートフレンコか。助けるよ。あ、エイトラックスやけくそだ。あれ強いぞ。さすがにワーモグで勝つのは無理があったのかな。あー、せめてアシストをくれ。僕本当に何もしてない。これミッドレーン割ろうか。OKOKOK。 これタワー割れますからね。でこれであの Q 残してれば僕は帰れるけど、エイトロックが死んじゃいますからね。おとりにするよ。復活もあるし時間稼げるからね。でもそういうもんですよ。あ、GG ダメージ出ますね。セカンドいけるかな。
よしよし。これこっち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 。打つならこっちね。打つならこっち。僕じゃないよ。僕ありますよ。あと任せた。よし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 。危険のとこまではこいつに任せる。僕はもう帰る。ごめん。そこまでやってらんない。あと2回しか死ねないからね。5回死んだらフィーダーだから。僕はもう手伝えませんね。申し訳ないけど。ゾーニャ変えればまだマシですよ。うん、耐久力はないですね。これどうしようかな。そろそろ HP 欲しいですよね。わかんない。新しいピングですよね。あ、そうなんだ。じゃあ普段のピングのあれには入ってないんだ。ヘクステックロケットで履けるようにしよう。設定しないと出せない。耐久ないラムスってまんまクッパやん。音が怖い。うん、クッパどこまでいても3波で死んじゃうからね。設定時間割り振らないとできないよ。それ意識して今このビルドにしてますよ。アリシゴシオンサバ並みにする。ブーツ一つでお目になるやつよりかは強いね。どうしたんだろう。どうした。どうしたんだろうな。してませんよ。サレンダー入るほど負けてないと思うけど。どうしたんだろう。まだ全然いけると思うけどな。ワーモグ&フローズンマレットのダリウスだからね、キャリーしてるのが。あ、僕も行っちゃった。はめられましたね。いや、もしかしたらいけるかもって思って行っちゃいましたね。あと1回しか死ねない。どうしよう。あと1回だけですね。あと15分ぐらいジャングル回っていいですか。できれば死にたくないからね。バロンはないと思うけどな。取られませんよね。こっちもアーモグ積もう。クッパだったらすでに白粉々になってるよ。オッケー。ラムスって今勝率高いんじゃなかったでした。どうなんだろう。ラムスはずっと高いですよね。ラムスアームムは 50% 毎回上ですよね。ワーモグに負けるやつおるってのは僕はアートラックスにいてほしい。僕じゃなくてね。どうしようかな。集団戦始めようにも、うん、2人死んでるんですよね、いつもね。どうしましょうね。ま、やってらっしゃる。スマイト720ね。取れるかな。あ、無理でしたね。よし。剣山アシュラオウマヤダ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 ここは全然持てませんよ。勝てるよ、あとは。ナイス。僕じゃありませんように。僕じゃありませんように。助かるか？助かったー。
さぎドロップしてますよ。結構古い漫画ですよね。危なかった。いいですよすげえもったいない落とす方してるけど大丈夫かな。早く倒して早く倒して早く倒して、よし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 。てか、あの死んだガーディアンエンジェル中にもウルトス変えるんですね。トリンダミアって知らなかった。そう、トリンダミアずっとファームしてましたね。17レベルですね。すっごいレベル高い。このラムス柔らかい。光るラムスかっこいいな。タウントの攻撃痛い。わら。いい砂時計。このクッパ見せ物か。なんで使ってんの。これまだ勝てるの。試合自体は勝てると思いますよ。ただトリンダミアが17レベルだから、アイス側の集団戦に入ってきたらミスフォーチュン2発で死ぬかな。多分ミスフォーチュンは2発で解けるかな。 あの感じで言うとね、っていうぐらいに座ってると思うよ。そうですよ。1VS10 は無理かな。 CC されたら弱いからね、非常に。ほら、やる気満々までさ、あいつ。はい、いらっしゃいませ。冊子も持ってるからね。ナイス。いけませんよ。ナイス、逆転の目が出ましたね。トップレーンがまずいですね。守んなきゃ。あれ、 W 使った方が硬いんですよね。あ、違った。どっちの方がいいでしょうね。ラムスはこんなもんですよ。 AP だからまだ早くらいかな。これまで1試合目ですよ。僕は欲しい。アーマー上がるからね。これ1戦目ですよ。ちょっとねどうしよう、コメントなんかありました、言ったはずだけどな。10戦目でこんなまで元気にやれてるんだったら、ロル配信者の素質あると思う。僕はまだ1試合目ですよ。今のは絶対取る気満々でしたね。わかる。あ、まずい。見捨てられましたね。こういうのがあれか。わかる。あの、あれですよ。さっき僕も A ドラックス見捨てましたけど、こういうこと、こういう風になるんですね。こういう気持ちなんだ。見捨てられると。わかったわかった。よし。いや、全然かかりませんよ。今31分ですね、この試合で見ると。僕がレンですね。あ、どうしよう。僕がサレンで押さなくても終わっちゃうやつだ。まだいけると思うんだけどな。何ですくサレンで入れるんでしょうね。早い気がするけど。あ、出ましたよ、この男の子ね。あれ、なくなりました。もう1試合やるんですか。ガレンって強い。今ガレンと、あと2試合ぐらいやろうかな。勝てるって言ったよな。ガレンの魅力を教えてもらってもいいですか。
いける要素。負けましたね。今日はメガネの人いませんね。自分のスコア見て、わらわら。次トリンで勝ちに行って、負けとるやんけ。勝ちに行くんだったら、ムンドがなさすぐらいかな。強いやつっつ、味方なえまくってるやん。ちょっと見どころなかったな。スブップするとかオタクか。あ、でも ADC よりはダメージ出てますよ。クエストはウクスでよかったよかった。メイプルの初期アバターみたいなプロ。ただこれは僕が悪いですね。やろうよやっぱり。見どころさん、野菜食べないからこんなことになるんですよ。野菜食べてませんけど、野菜食べても多分勝てなかったと思う。タリー覚悟はいいか、うん、俺はできてる。それから何すんの。タリー氏さんおはようございます。はい、いらっしゃいませ。名誉もらえるんだな。もらえるっぽいですね。ほうれん草食べたら勝ててた。ガレンポパイじゃないからね。ラップがうまい。ムンドの球当たるのにリーシンの球当たらないのなんて。どうしようかな。配信で流行らない。新配信見にくいんですよね。だからだ。ハリー氏この野郎、昨日の配信が面白くなかった理由は何だったの。ヒロシ君はフォールアウト4配信で画面用意しちゃったからですね。値ですか。ご手半つけていただけませんか。メガネかけてる人ってどう思いますか。僕はいいと思うよ。ハリー氏元気になった。名誉はフェイデアにあげるもの。新配信って見た目が、あ、全然違いますよ。見にくいですよ。名前がラッパーっぽい。僕新配信の配信あんま見る気にならないからね。日本サバ始まったと。で、予約枠でやると強制的に新配信になっちゃうらしくて、だから最近は予約枠やってませんね。金かけてる人どう思いますか。チャンネルの話どうなった。ボールアウトのせいにするな。お前が三半期間弱いのが悪い。まあそうですけど。ハリー氏ですね。カズータとモルデカイザーどっちが好きですか。 IP 少ないですね。じゃあそう、今日はエイトロックス買いましたからね。悪いと思うよ。だいぶ減りましたよ。そうなんですか。ありがとうございます。配信ソフト何使ってますか。僕 OBS スタジオですね。積むと強くない。予約してくれないと OKMKM。 白米にシチューかけるやつはオタク。サドンマダー。白米にシチューは僕 OK だと思ってる。そろそろ。カレーにジャガイモ入れないやつはオタクですけどね。やってください。エイトロックス使え。エイトロクスって何で弱いんですか。わかんないけど弱いですよね。じゃあ、なんで弱いんでしょうね。特にそんなすごいブリンクワラケでもないし、強力なウルドあるわけでもないのに CC されたら終わっちゃうところかな。白米に白米入れないやつはオタク。なんだそれ。わら、オタクやけどジャガイモ入れるわ。カレーに、あ、ジャガイモ入れる人は OK ですよ。カレーにジャガイモ入れない人はオタクですよ。いや、僕ジャガイモとか食べれますもん。人参は厳しいけど。486ですか。俺前科4班だけど彼女いるよ。いいですね。誇り持ってるやつはオタク。焼きおにぎり焼かないやつはオタク。アラームやらないんですか。アラームやんないかな。人参いらないよ。前よりはびっくりするほど強くなったよ。エイトロックス、あいつのウルトケイルのいいだよな。わらわら。カレーにカボチャ入れるやつはオタク。ちょっと面白かった。あいつのウルトケイルのいいだよなっていう。バカにされすぎじゃないですか。エイトラックス、うん、確かに見た目に似てますけどね。空飛んでるし、レンジ伸びるしね。確かにそうですね。常につけれるぐらいクールダウン短いスキルにウルトが負けてるんですもんね。怖いですよね。お前の家行ってペペロンチーノ作ってやるよ。人参食うやつはば。じゃあケイル使ってください。ケイルはやんないかな。次やろうと思ってるのは安岡シャコですね。じゃがいも食うやつはハリー氏。カレーにオタク入れるやつはブロンズ。もうわけわかんなくなってるけど。じゃあシャコで安岡作しろ。はい、プ安岡ですか。 ADC 安岡か。じゃあサポートヤスオでもいいじゃないですか。あのサポートヤスオにしよう。もう今のコメントで僕決めましたよ、うん、みんながある今のは。やるなって言われてやりたくなりますよね。もう意地でもヤスオやろうかな。ヤスオ使えますよ。スキルわかるからね。負けましたよ、一試合。はい、いらっしゃいませ。いいですよ。そう、雨の日にマンホールの上走ったけど、ゴム靴が入ってたから滑らなかったですね。できれば ADC でやりたいかな、ヤスオは。あ、でも昨日あの配信であの ADC 上がりやって勝ったじゃないですか。
ああいうこともあるからね、わかりませんよ。仲間のサポートに依存していくからね。あ、それはもうよくやりますよ、僕。安尾っていうチャンピオンがいるんですよ。日本語っぽいけど日本語じゃない言葉を喋るキャラクターね。アサギとかアサギとかね。トロールビルドではバンされないけど、俺タワーでダメージ今めちゃめちゃ食らってるとかって言って、前茶とかしてたらタワーに実際にダメージ食らってね、でそれで相手にキル取られたりしてたらバンされますよ普通に。そういうのは全然される。そこまでひどいこと僕してませんよ、仲間の ADC の CS をサポートで奪って、俺サポートなのに君 CS 取れないんだねって言ってAFK させることはありましたけど、スーパーサボシャボでっていうのはありましたけど、そういう露骨なトロールはしないからね。タワーに突っ込むとかね。でも安尾いいやつらしいですよ。安尾先にお風呂入った時に家族に対してね、お先って言うらしいですからね、っていう話を聞きましたよ。いいやつらしい らしいですよ。僕は死んないけど。で、安尾の弟の正樹が言ってましたね。いいじゃないですか。それ悪いやつ。それ悪いやつですね。仲間がみんな頑張ってるんだったら、お先って言って帰るんだったら悪いやつですね。僕は許さないよ。そうですね、家族死んでますね。ディベンカ誰かにやられましたね。いいですよ。全然決まらないんだけど、マッチング。サポート入れてるけど、そんなかかるもんなのかな。今来ましたわこっつ。はい、いらっしゃいませ。プレミアムに追い出されるぞ。BGM 変えて。あ、BGM つけましょうか。イサキ、そう忘れてました。近くで生放送しないんですか？時間見えないから。そこやのルル配信にかかってそうな臭い曲流してくからね。からの盛り上げドン。新宝島流せ。いいですよ。ハースストーンとかロール配信で多いやつね。僕好きですよ、トブさん。で、LJL もこんな感じですね。僕好きだけどな。私サポートしかできないんですっていう人は大体サポートもできてませんからね。それだけは言っておきたいですね。じゃあ変えますよ BGM。 そう、僕の動画は YouTube に投稿してくれてる人いるんだけど、ロールの生放送とかね流してる人、僕の BGM 原因でよく消されるらしいからね。だから著作権のやつ流そうかな。いいですよ。そこまで下手に出る必要ないけどね。好きなレーンやっていいと思うよ。ゲームだし。
ですよ。この曲はジェリー・ウォレスですね。ラバーズ・オブ・ザ・ワールド。ADC がタワーダメージミニオン食らって、で ADC の A 一発で倒せないやつを一発殴って調整してくれる人は助かれますよね。やってて気が楽だよね。たまに殴んなって知るけどね、そういう調整してるのに殴んなって怒る ADC もいるけど、気にする必要ないよね。いいですよ。いや、なんででしょうね。サポートと ADC に似てるけど、そんなマッチしにくいロールじゃないはずだけど、全然マッチしませんね。なんででしょうね。フリーズまでは僕要求しないかな、難しいから。あ、決まりましたね。